ハンマー家の本家です。パソコンの発明者では世界一なんですけど、一番なんですけどね。YouTube のを僕はパソコンの発明でね、できた会社でね、YouTube テレビね、まあ言えば私が作ったような会社ですね、YouTube っていうのはアメリカでね。で、それはともかくとですね、まあそういうのはたくさん私が作った会社ありますけれども、代表にはなってませんね。普通の人間がやってますけれども、YouTuber で有名な人でも、テキ屋という仕事をやるような人が多くなってきましたね。テキ屋っていうのはね、脅して縄張りを取る仕事なんですね。で、アクセスを多くしてもらうために、その収入源、ね、で働くわけですね。テレビに出てなんか面白く楽しくやってるんじゃなくて、それを利用してね、脅して縄張りをね、取っていくと。殺すぞというようなことを言ってね、わかんないようにね。で、その仕事でアクセスもらって収入を得るというね、こういう仕事をやっているうちに、今度このヤクザになっていくんですね。ヤクザということになるんですね、多くやってるとね。敵屋っていうのはね。で、そういう YouTuber が出てきたんで、どうするかということですね。処分して YouTuber 外さないといけないですね。敵屋というのはヤクザの初めの仕事ですね。仕事でアクセス取りたいためにね、YouTuber のテレビ楽しませるとかね、情報を伝えるのは真似で、実質は敵屋という仕事やってしまってると、アクセスを取るためにね。それは追放しないといけないですね、 YouTuber の社員は。ね、そういう敵や脅してね、縄張り広げる仕事が獅子でね、なっちゃってると。アクセスが取れないとね、情報とか楽しませることで取れないね、それで食っていけない。アクセス取るにはその敵屋をやんないといけなくなってしまってる。それが資本でね。それなかったらもうアクセスなくなってしまうと。だからその仕事をやってると。つまり悪いことをしてね、脅してね、収入源から周りの人からそれで動いて働くというのは、人はちょっと YouTuber で外してもらわないと困るわけですね。有名な人でも結構入ってきておりますね、アクセス稼ぐためにね。それはもう徹底して処分しなければいけないことですね。まあ残念なことですけどね、そういうのは良くない。敵屋というのはダメですね、仕事。まあそんなことちょっと説明で教えしました。